皆さんこんにちは。弘前大学教育学部3年の東と山岸です。突然ですけど山岸君、弘前といえば一体どういうものが有名っていうのは思い浮かびますか？弘前といえばリンゴと桜じゃないですかね。お、正解ですね、はい、僕たちの研究室では主にリンゴと桜に関連した研究を行っています。ということで早速研究室見に行ってみましょうか。はい、行きましょう。ここが教育学部の校舎となっています。研究室に到着しました。それではこれから実験の様子を見ていきます。すいません、今何してるんですか？今は紙の引っ張り試験っていうのを行っています。引っ張り試験っていうのを行うと紙の引っ張り強さが分かるので何回も繰り返してデータを取っていくという試験になります。今実際にやってみますか？はい、お願いします。はい、このスタートのボタンを押すとこっちの紙がね、だんだん力がかかって切れていきます。これ成功のパターンです。切りに切れました。この試験を何回も行ってデータを取っていくわけですけども、この数字が今の試験で紙にかかった力ですね。これは何ですか？これはリンゴや桜を使ってできた和紙ですね。例えばその白い方はリンゴでできた紙なんですけど、触ってみてください。あ、結構薄いですね。こっちを触ってみてください。こっち分厚い。ちょっといろんなものがあるんですけども、こういうリンゴの和紙だったりとか、こっちの変色してあるんですけれども、こっちで作っているのがうちわ、骨組みに貼っている紙がリンゴの和紙です。他にもここにお酒があるんですけれども、このお酒のラベルっていうのはリンゴの木で作った紙からできています。意外としっかりしてます。手触りいいですね、はいはい、ここにあるのは弘前に有名なお祭りとしてねぷた祭りがあるんですけれども、そこで作られるねぷたっていうものは普通であれば専用の和紙を骨組みに貼り付けて作っていくんですけれども、その専用の紙のところをリンゴで作った和紙に置き換えて実際に作ったりしています。意外だったのがねぷたって紙でできてたんですね。そうですね、ちゃんと木の骨組みに紙を貼ってできています。さっきから気になってたんですけど、この PC ケースって木でできてるんですか？そうなんですよ、これ実は本物の木でできたパソコンのケースなんですね。しかもこれなんとリンゴの木からできてるパソコンのケースになります。リンゴの木で作った魅力ってありますか？パソコンのケースって基本的に金属からできてるんですけれども、どうしても冷たいような印象があるんですが、こういう風に木で作ると肌触りもすごくいいですし、何よりやっぱ見た目がすごくかっこよくて、木でできてるので一点物感がすごくあって最大の特徴なのかなっていう思ってます。これ多分欲しい人結構いると思うんですけど、商品化ってしますか？はい、製品化を目指してはいるんですけど、まだちょっと課題とかがあるので製品化に向けて研究を進めていきたいというふうに考えてます。製品化したら買います。お願いします。ありがとうございました。今まで紙と木の研究を見てきました、はい、他にどのような研究をしていますか？他にもたくさん研究しているので、これ実際に先生に聞いてみましょう。広瀬先生、はい、今まで紙や木についての研究を見てきました。それ以外にもまだ研究していることってありますか？はい、この木材加工研究室ではリンゴの剪定紙を原料として活性炭というものを研究しています。すいません、今何してるんですか？私はリンゴの枝から作った活性炭を使ってコンデンサ用の電極を作る研究をやっています。ではこれからその電極を作る様子をお見せしたいと思います。はい、まずこの穴の開いてる部分、ここに電極の材料を入れます。上から蓋をします。そしたら今度下側からもプレスをします。そうすると表面の綺麗な電極が出来上がります。圧力を抜いて上を外します。こちらが出来上がった電極です。その活性炭ってどのようにしてできるんですか？この活性炭は空気のない状態で蒸し焼きにして作ると活性炭が出来上がります。その活性炭どのような用途がありますか？活性炭の用途はいろいろあるんですけども、主に空気をきれいにする浄化の役割があります。もう一つは水をきれいにする水質浄化といったものに使われています。
それ以外にもまだ用途ってありますか？活性炭の特徴を生かしまして電気を貯める蓄電のデバイスである電気二重層キャパシタというものがありまして、この木材加工研究室ではそちらの方も研究しています。それってバッテリーのようなものなんですか？そうですね、電気を蓄えて放出するという役割のものなので、という機能も持っています。その活性炭の研究以外にもまだ研究していることってありますか？その他には高速道路の間伐材を原料として紙を作ったり活性炭にしたりという研究も行っています。先生、その間伐材っていうのは本来はもしかして捨てられてしまうものなんじゃないでしょうか？そうですね、本来は処分されているものを付加価値をいろいろ高めるためにそういった用途にして作っているということになっています。なるほど、ありがとうございます。先生から質問したいんですけども、この研究室に入って良かったところとかありますか？僕たちは教育学部に所属しているということで、ここを卒業したらそのまま研修生となって学校に勤めるという人が多くいると思うんですけども、そんな中で実験を通して企業さんと関われるっていうのはこの研究室にいる大きなメリットだと思っています。先ほど出てきた木製の PC も含めてなんですけれども、県内の木材加工業者さんと一緒に共同研究をしているということで、その研究の出口として製品化っていうのが見えているので、とても魅力的なことだというふうに思っています。この研究室は企業の皆様と共同研究をするというのが一番の特徴でして、そこのポイントを十分に活用していただければと思っています。それは出身どこ？埼玉県出身です。弘前に来て良かったなって思うこととかある？埼玉県って雪が年に5センチぐらいしか降らないんです。雪を身近に感じれることがすごい嬉しいなって思いました。こっちみたいにあんなに降ってさ、雪灯籠祭りとかさ、やることないもん。ないですね。出身は？僕は北海道です。弘前に来て良かったなって思うこととか？やっぱりお祭りじゃないですかね。一応北海道もほら冬には札幌雪祭りとかいろいろありますけど、夏のねぷた祭り、これ本当に盛り上がって参加してもとても楽しいお祭りだなっていうふうに思いました。ちなみにねぷた祭り行った？あ、行ってないです。行ってないんだ。はい、行ってないですね。ぜひ来年もやると思うので行ってみて。行きたいと思います。先生出身は？九州の宮崎県です。宮崎県なんですか？弘前に来てよかったって思うこととか？弘前は四季が豊かなので、目で色で季節を感じることができるのがとてもいいと思っています。ああ、なるほどです。そういえば先生、リンゴのマークのガジェット大好きですよね。そうだね、全ての大きさのタブレット持ってるよ。そうなんですか？おお、知らなかった？いや、知らなかったです。いつも話聞いてたんで、うん、ちょっと盛況に行ってこの間週刊のサイズのタブレット買っちゃいました。おお、そうですか。はい、もういっぱい情報収集するために YouTube、はい、1日10時間ぐらい見るよ。そうなんですか？そうです。すごいこうインプットとかで便利で、研究室でも今学生さんに支給してる形で、実際使ってみてどうですか？僕はいつも自分のノートパソコンで作業をしていたんですけれども、画面がもう一つ増えることによって作業の幅が広がるようになりましたね。やっぱりこうやって新しいタブレットだったりガジェットとかに触れれるっていうのは、これから技術の先生になる上でとっても貴重な体験だよね。そうですね。これやっぱりガジェット好きの広先生のおかげだよね。だんだん以上で木材加工研究室の紹介を終わります。木材について少しでも興味を持った方、私たちと一緒に研究してみませんか？皆さん待ってます。